しいな。早く家でおとなしく YouTube 見てればよかった。すっごい追いかけてくる。すっごい追いかけてくるよ。助けてお母さん。俺と椎名は人生最大のピンチを迎えていた。なぜこうなったかというと、話はその日の朝に遡る。お待たせ。ごめん、待った？うん、私も今来たとこ。俺、渋谷初めて。私もハチ公初めて見た。でも、今日はかますよ。渋谷でヒップホップ修行するんだもんね。お金かかりそうだから、貯めてたお年玉下ろしてきた。椎名は？見て、この財布の中身。すげえ。機材買うつもりだし。そんな枚数、初めて見た。私バイトしてるもん。椎名って偉いよね。ちゃんと自分で働いてさ。お母さん、服とか参考書ならいくらでも買ってくれるけど、機材になるとすっごい嫌な顔するんだよね。娘が DJ するって言ったら、大体の親は心配するよ。でもその娘はもう初めの一歩踏み出しちゃってるんだな。文化祭、ちゃんと DJ の出場用紙出したもんね。鳩ヶ谷もフリースタイル出るし、私たちやばいことなるね。よし、今日は機材奮発するぞ。いっぱいお金使って日本経済救っちゃおうぜ。行くぜ、ヒップホップ。ヒップホップで、どこから行く？やっぱまずは服からでしょ。じゃーん、ニット帽いい感じじゃん。めっちゃヒップホップ。イエイ。でも育ちがいいの隠せてないんだよな。お嬢さんがストリートファッションしてみましたって感じ。仕方ないよ、私育ちいいし。じゃあ次鳩ヶ谷。どう？ロックミュージシャンみたい。ロックは違うよな。じゃあこれ。韓流スターじゃん。これ。まあ定番かな。オーバーサイズはいいんだけど、服に着られちゃってる感じ。もうちょっとアクセント欲しいな。おしゃれ番長なんだよな。キャップかぶってみる？ニューエラじゃん。どう？これから似合うようになるんだって。あ、はい。じゃあこれ全部買います。あ、私も着ていくんで、タグ取ってください。レコードショップ初めて来た。鳩ヶ谷見て、スチャダラパーのレコード。すごー。アナログ機材も全部揃えちゃうぞ。 CDJ は卒業だね。スクラッチするぞ。どう？俺のヒップホップダンス。タコ踊り。あ、私は？盆踊り。はい、体験だけで大丈夫です。楽しかったです、ありがとうございます。私、牛丼屋来るの初めて。椎名、今日大冒険じゃん。つゆだくでお願いします。つゆだく。日も暮れちゃったね。ここからが今日の本番だよ。荷物はコインロッカー？うん。なんかドキドキしてきた。どうする？やめとく？やる。友達の家に泊まるって言っちゃったし、それに私たち本物のヒップホップになるんだもん。だね。クラスのみんな今頃何してるかな。塾に行ったりテレビ見たりしてるんじゃん。お子ちゃまだね。俺たちに比べるとね。学校のみんなは誰も知らない。俺たちが本当はやべえやつであることを。行儀のいい子羊ちゃんのふりをするのはもう終わりだ。今夜、俺たちは日本で一番イルでドープな17歳になる。ディープな場所に行って、普通の高校生がしないことをする。タバコを吸うとか、ズボンからシャツを出すとか、
そんなチープなことじゃない。もっとアンダーグラウンドでやべえこと。つまり俺たちは生まれて初めてクラブに行く。みんな頭振ってるよ。踊る？踊っちゃう？主役になっちゃうな。あ、バーカウンター。ビールもらえるかな。めちゃくちゃやんちゃするじゃん。鳩ヶ谷、ねえ鳩ヶ谷。何？なんかさっきから男の人がずっとこっち見てる。あの髪チリチリの丸メガネの人？絶対私をナンパする気だよ。チャラ箱ってネットに書いてたもんね。どうしよう。とりあえず端っこ行こう。端っこどう？まだこっち見てる。見えるところに移動してる。うわ、ほんとだ。ナンパじゃなくてストーカー？怖いよ。なんかシーナに向かってハンドサイン送ってない？全然わかんないよ。何かの隠語かな。ドラッグ売るよとか。え、バイニー？私薬漬けにされるの？やだ怖い。一旦外出よう。外。やっぱクラブって怖いところだったんだ。え、やば。シーナ、泣き言言ってる場合じゃないよ。何？ついてきてる、ついてきてる。嘘、もうやだ、お母さん。ほんとやばい、やばい。めっちゃ追いかけてくる、めっちゃ追いかけてくる。あとが闇代わりなんてよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。クラブ初心者なのに生きてすいません。ナンパは勘弁してください。ドラッグも結構です。話を聞いて。こんなもんかな。こんなもんだね。クラブで朝帰り、余裕だったな。クラブにいたのは20分で、あとはずっと満喫だったけどね。どの道学生はオールできなかったっぽいじゃん。でも逃げるの早すぎだよ。だって怖かったんだもん。あのお兄さん、いい人だったね。まさか服にタグが残ってるなんて思わないじゃん。眠た。でもさ。何？私たち結構すごいことやったよね。まあね。クラブ行ったし、シーナは初めて牛丼屋にも入ったし。でも俺たちならもっともっとすごいことができるよ。だよね。私たち伸びしろあるよね。伸びしろしかないよ。俺たちはいつも特別な何かがしたい。そして特別な何かをして、誰とも違う、オンリーワンになりたい。そんな気持ちを、とぼけた顔をしながら、両手いっぱいに抱えている。そういえばさ、来週文化祭のリハーサルあるじゃん？あるね。フリースタイルも体育館でバトルやらしてくれるらしいよ。マジ？うん。実行委員の予定表見た。俺のリハーサルの相手、誰かわかる？そこまでは書いてなかったな。リハから吉崎くんに当たったらどうしよう。リハでも本番でもやっつけてやればいいよ。負ける気がしないな。初めてのラップバトルだね。うん。屋上での練習の成果見せてやろうよ。かますぜ。鳩ヶ谷かませ。最強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 。スタジオコエミ。